なでやあずいアメリカのクラシック音楽のピアニスト。レバノン日系のアメリカ人。アメリカ合衆国フロリダ州、ダニディン生まれ。4歳半からピアノを習い始め、現在に至る。オーケストラでバイオリンも演奏する。ニューヨーク在住。2011年夏、アスペン音楽祭に参加し、2012年にジュリアード音楽院ののプレカレッジに入学。 そこでヨヘーベド・カプリンスキー教授の指導を受けた。2010年、カーネギー・ホールでニューヨークデビューを果たす。2010年夏、イタリアのビッピテーノにあるコミュナルザでヨーロッパデビューを果たす。また、コロラド州のアスペンでは数々の演奏をしている。2011年、ボストン・ネオポリタン、室内オーケストラと共演し、 ベートーベンのピアノ競争曲2番でオーケストラとの初演を行った。指揮者はシャンダー・ミッチェルだった。2011年、シカゴの WFMT でナディア・アズイの特集番組が放送された。この放送と同じ週に新シカゴ音楽院でソロコンサートを開いた。2010年、2012年、エッジットの金賞を受賞。2010年、 イタリアのオルフェーロ国際音楽祭では最年少で優勝した。2011年5月、シカゴで開催された2011年新全国青少年音楽コンクールで全年齢部門で優勝するとともに新芸術音楽賞を受賞した。この他にもワルグリーン全国コンチェルトコンクールで2010年にはオープンジュニア音楽部門最優秀賞、2011年には オープンジュニアピアノ部門で最優秀賞を受賞している。2011年、タンパベ公共学団青少年芸術コンクールで優勝した。2012年、クレシェンド国際音楽コンクールでグランプリを受賞した。ありがとうございます。